皆さんおはようございます。でね、今日はですね、昨年度ですね、発売されました、こちらですね、 MacBook Air、 M1 ですね。こちらがですね、ようやくちょっとカスタマイズ等したやつが届いたっていうことなんですけども、多分一番ちょっと私が使う範囲でこの仕様がいいんじゃないかなっていう仕様にしました。ちょっとね、こちら仕様出してみたいと思うんですけど、MacBook Air M1 に 512GB の SSD に 16GB のメモリですね。で、キーボードは US 仕様ということですね。US 仕様にしないとね、やっぱね、見てくれがすごくかっこ悪いなって思って、私は毎回ですね、US 仕様しか頼まないっていう仕様なんですけど、 US 仕様にすると結構ね、意外とこう時間がかかっちゃうんですね、届くまで。で、ちょうどね、これを、旧のですね、この MacBook Pro とですね、実際比較としてみたいんですけども、多分結構そういう方多いとは思うんですよ。で、ちょっとこれね、開封していきたいと思います。相変わらずこうね、開封のこの素晴らしさっていうか、開封をこうすごく設計されてるっていうこのね、アップルさん、ほんとすごいですよね。開封が美しいメーカーかもしれないですね。でも結構ね、この前のインスタ360とかも、こういうのを結構、中国メーカーはもう結構ね、ここをすごく見習ってますよね。まだまだ日本のメーカーさん、こういうの見習ってないから、ぜひね、シュリンクの技をしっかりね、お勉強していただきたいねっていう感じで、よく考えて買ったらいらなかったなって感じでございます。で、MacBook Air は私はね、結構昔の10インチぐらいの小型の時は結構好きでよく使ってたんですけど、動画編集するにあたって、やっぱり Air がね、スペックがやっぱり足りないっていうことで、それでもう、Air の方はもう買わなくなって、プロの方買うようになったんですけど、今回ね、この M1 ですね。M1 になって、すごく皆さん、クリエイターの方がいいよっていうことを言ってたんで、私も乗っかっちゃって、いっちゃね、買っちゃいましたって感じなんですけど、私がちょっと使ってた MacBook Pro の、15.6 かなのモデルが、なんか調子悪くなっちゃって、で、修理に出したりとかしてね、GPU かなんかね、ちょっと保証してて、なんか悪かったんですよね。で、修理代にめっちゃなんか金額かかったりとかして、いやー、なんか面白くないなと思って、で、もうこちら、買い替えました。スペースグレーですかね、色はね。重さはどうなんだろう。あんま変わんないかな。若干軽いかなっていう感じかもしれないですね。で、こちら、バーンと開けて、相変わらずこれ、開けると起動するっていう素晴らしさとかもね、よく計算されてますよね、これね。で、こちらですね。US キーボード。かっこいいな、やっぱ、ね、シンプルで。めっちゃいいですね。で、こちらをね、セットアップとしていきたいと思います。こんな感じです。もうセットアップはね、もう省略しちゃいますからね。ちょっと一旦切ります。ということでね、もうね、すっかりね、外は夜になっちゃったなって感じするんですけど、今日ですね、このサンディスクの SSD1 テラにですね、一緒のファイルを入れて、オーサリング、ですね、書き出しした状態で、どれぐらい早いかっていうことをちょっと検証してみたんですけど、
MacBook Air のまだそのファイナルカットの調整がしっかりできてないのかな。MacBook Pro の方が早いっすね、実際。M1 めちゃくちゃ早いっていろいろ聞いてたんですけど、なんか、早いの?みたいな感じですね。で、各ですね、OS なんですけども、MacBook Pro が、バージョン 10.15.7 ですね。で、これがですね、2018の、13インチ MacBook Pro ということで、プロセッサーなんですけど、2.7GB の、Core i7、メモリー 16GB、SSD512 ですね。で、新型のですね、この Air なんですけども、こちらはバージョン 11.2、MacBook Air の M1-2020。で、チップセットが Apple M1 で、メモリー 16GB。で、SSD512 ということなんですけど、ほぼほぼ、メモリー5と、記憶領域に関しては一緒ですよね。だから、まあ、プロセッサーが間違うだけかなっていう感じはするんですけど、半分ぐらいなんか MacBook Pro の方が早いよっていう感じしますよね。何かしらあるのかな?まあ、違いとすれば、こっちはグラフィックですね。グラフィックは Iris Pro、アイリスプラスかなの655の、1.5GB が入ってますからね。まあ、それが違うのかな。半分って言うと結構あるよね。10分で半分ですからね。そっか、ちょっとこれはいろいろ、いろいろや、ちょっと使い込んでみないと分かんないんですけど、ただ、MacBook Air はなぜこれ選んだかっていう理由の一つとしては、ファンですね。本体のですね、ファンが、これはファンレスなのについてないです。で、MacBook Pro に関しては、本体ですね、ファンが入ってるので、ものすごく熱を持ってですね、もう今もすでに暑いんですけど、ちょっとね、空冷で冷やそうと、CPU を冷やそうとするね、動きがあって、まあ、それが一番嫌だったんですよね、正直。で、それをまあ、Air だったらファンレスなんで音もしない。まあ、確かに音はないです。めっちゃ静かです。さらにバッテリーの持ちが、やっぱ Air めちゃくちゃいいよねってことで、私実際プロってもうどうなんだろう。1時間半ぐらいしかバッテリー持たないっすよね。だからちょっと外で何かしようかなって思うと、バッテリーねえやってなったりとか結構あって、まあ、意外に困ってるっていうとこと、やはりその MacBook Pro、まあ、重量が重たいですよね。Air は、打って変わって、まあ、そんな変わんないかもしれないけど、まあ、気持ち軽いんかなっていう感じですね。はい。まあ、まだね、初動なんで、まあ、この M1 の速さっていうのが、まだその私も体感できてないんですけど、まあ、実際のところ、まあ、M1 の方がね、スペック的に、スペックっていうかなんか、脅威のスピード出るっていうのは結構 YouTube でね、書かれてることもあるんですけど、まあなんか初感そんなにめちゃくちゃ速くないかなっていう感じしますね。はい。ね、いろいろレビューしていきたいこともあってですね、昨日発売の、こちらのね、ソニーのワイヤレスマイクの話もしたいし、ドローンがね、DJI Air 2S が出たりとかね、なんかいろいろ立て続けにいろんな情報が飛び交ってるんですけども、ちょっと一つずつね、整理して、やってみたいと思います。はい。ということで、一旦このね、Apple の M1 を、まあちょっと買ってみてですね、ちょっと普段やってる YouTube の編集をしてみたんですけど、結果 MacBook Pro の方が早かったよっていうところですね、ちょっと今日はお見せしたということになります。それでは、最後までご清聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひ忘れずによろしくお願いします。